親父です。今私は広島県廿日市市ですね。道路国道2号線も今ひたすら登っております。で、ここの道はですね、山陽本線が左にありますよね。これと並行して走ってますね。まあ短い距離なんですけれどもね、先ほども貨物と旅客はすれ違いましたけれども、そんなところの廿日市の丸石か、ここはね、丸石地区ですね。ちょっとね、今渋滞しております。もうここはね、渋滞の 名所というか、この先2キロ先ぐらいね、大野郵便局というのがあって、その周りがですね、かなり住宅ができていて、そこに出入りする車の影響だろうと思うんですけれども、まあそこに信号機があるんですよね。そこまで流れが悪いんだろうと思います。で、もうかれこれですね、私が若かりしこの道をね、毎日よく通りましたよ。もっとですね、五反車の家屋で、山口県、広島県、鳥取県、島根県と、中国4県をですね、バラマキコマーシャルというのをやってましたね。で、ここの2号線もね、よく、もう、しょっちゅう通ってましたわ。で、今もう、通り過ぎちゃったんですけどね、右手に海が見えて、まあ、海水浴場じゃないんですけれどもね、昔はよく、この夏なんかね、海水浴でね、よく家族連れだとかカップルだとかね、見えたんですけれども、まあコロナの影響なのか、この気候の影響なのか、もう釣りをしている人が、まあ数名いたぐらいでね、海水浴というか、そういう人は全くいなかったですね。で、今日も天気おかしいですわ、これ。全く青空がないと。この前もそうですけれどもね、青空なんか見えりゃ変っちゅったとこですね。これ今押しボタン押されましたんでね、変わりそうだな。これ突っ込んじゃうとね、横断歩道を防いでしまうんでね、ここにちょっとおとなしくおろうかな。まだ、動き出したので行っちゃいましょう。これ変なところでね、突っ込むと横断歩道をね、封鎖してしまうので。ここはですね、左に日野自動車がありますね。で、もうちょっと行ったら、ホテル、一度は入ってみたい、ホテル夢のクリアをクリアしました、みたいな感じでね。無線やってるときはよく、その、スポットというか、目印というかね、夢の国あたりから、2号線 QR 上がってますよ、みたいな感じでね、よく無線のレポートがね、飛び交ってましたわ。大体、そういった、ところでね、無線をやってる時にはね、目印を、日野自動車付近だとか、どっかのコンビニだとかね、先ほどのホテル夢の国とかね、そういった感じで、
よくあのレポートをやりくりするときにはそういった目印をね上げてやってましたね。まあ、毎日毎日流れが悪いんでしょうけれども、これからはね、まあ、この仕事は高速を走ることはほぼないので、折り返しねまた広島に来る時があるんですけれども、その時にはね、まあ、帰りはね、あのプシュート前線で帰ったりしますけれどもね、そうでない限りはほとんどベタ移動ですね。よほどあの積み時間が遅くなったりすると、岩国から廿日市まで乗ったりもしますけれどもね、まあほぼそのようなことはないです。で、左側にはなんだこれは、大野駅、あら大野なんとか駅っちゅうんかな、ちょっとわからなかったなちょっと大野浦じゃないな、大野浦はもうちょっと向こうか、ちょっと駅の名前がわかりませんでしたね。大野なんとか駅って書いてありましたね、看板には。ちょっとしっかりと振り返らないと看板見えなかったんでね、まあ手前の方にも今あったんでしょうけれども、手前の看板を見逃しちゃいましたね。ここがその 夢の国ですね。一度は入ってみたい夢の国とか言って、お急ぎの方は2000いくらとかありましたけれども、あんまし急いでる人がそんなね入らないと思いますけれども、急いでやりたい人はに変えた方がよろしいんじゃないかと、急いでやりたい人は2900円とか、ゆっくり抜かずの6回戦ぐらいやりたい人は4800円とか、そういう感じで行った方が露骨に行っちゃったらいけませんかね。ここのラーメン屋行ったことありますよ。鳥の助と言うんですけれどもね、美味しいですよ。結構ね、人多いですわ。今ちょっと時間帯がずれてんかな、少ないですけれどもね、休みの日なんか来たらねすごい多いかったですよ。で、ここ宇佐美ですね。はい、そんな感じで上りも若干やっぱりその信号の影響もあるでしょうね。交通量と信号の影響で、ここおまわりさんがなんか捕まえてますね。おそらくシートベルトがなんかでしょうね。あなたシートベルトをしなきゃいけませんよみたいな感じで、はい、そんなところでしょうか。シートベルトか、なんでしょうかね、今わかりませんけれども、まあそうじゃないかもしれませんけどね。はい、今大野の郵便局を過ぎましたね。で、その先にね信号機あるんですけれども、そこをネックだと思います。で、ちょっと画面じゃ分かりにくいかもしれませんけど、左側にたくさん新しい家が建ってるでしょ。俺ねもう30年とかねそんな前になかったですからね、こんなに住宅はなかったですからね。今もっと住宅が増えてますね。なのでここの信号を過ぎるとそこそこ流れてくれるんですけれどもね、これちょっとね前の車がペース遅いんですよね、さっきから見るのに。まあ安全運転なんでしょう、そういうことにしておきましょう。こっからですね約1時間はかかりませんね。50分ですかね。
その頃には現着します。今日は独り立ちして2日目ですね。まあ盆前ということであって、しっかりと荷下ろし完璧にこなして楽しい盆休みを過ごします。それでは皆様も、あ、その前にここ右の方ですけれどもね、牡蠣の加工場があるんですよね。ここもそうだね、夜中なんかね、よく牡蠣をね、ここか、アサリ牡蠣って書いてあるでしょ、ここはね、夜中とかね、夜中だったかな、結構遅い時間にね、その牡蠣を剥いて、まあ中の身を出すんですけれどもね、そういった作業をやってましたね。まあ、結構昔のことをね、思い出しました。結構懐かしい時代をね、思い出します。それではこの動画は以上になります。それでは皆さんも引き続き安全運転でいってらっしゃい。